リアルトークラジオサムシングフォー。サムシングフォーとは、花嫁が結婚式で身につけると幸せになれると言われている新しいもの、古いもの、借りたもの、青いもののことです。パーソナリティは村田ひろ子と悦子がお送りします。この番組は東京の銀座池袋で展開するバーリブレとコーラでヘルスケアする新習慣を提案するクラフトコーラシロップメローコーラでお送りします。はい、4回目始まりました。始まりました。パチ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 。どうですか？早いですね。はい、4回ようやく1ヶ月あっという間。はいね、うん、どうですか？どうですか？うん、ひろこちゃんどうですか？いや、最近あの暑い日がね、うん、続いてるじゃないですか、うんうん。でちょうどね、3、4日ぐらい前に、うん、なんか夏バテっぽくなったんです、うんうん。なんかこう、なんだろう、胃がね、うん、突然ムカムカしだして。へ、突然、うん、どうしたんだろう。なんかもう何の予兆もなく、うん、別になんか悪いもの食べたとかもなく、うんうん、なクーラーに当たりすぎなのか、あ、なんか夏バテ、夏の、ね、その暑さに、ね、疲れちゃってんのよ、胃腸が。そう、もう一応も疲れるわよ。そうなんですよ、うん、もうだから本格的な夏始まる前に、うん、なね、うん、夏バテっぽくなっちゃって。夜はクラフトコーラで、そうですね、ちょっと体温めたりとか、胃の調子が悪い時はお湯で割るのがおすすめです、うん。あ、お湯でも割っていいんだ、うん、美味しいです。お湯で割ってるのはなんかゆっくりね、寝る前とかにちょっとゆっくり飲んでもらうと、うん、もちろん私もあの先日飲みましたし、うんうんうん、あのちょっと落ち着く感じがするので、ね、うん、おすすめです。メローコーラお湯割り、やっぱりメローコーラだね。はい夏もメローコーラ、そうそう、夏もメローコーラ、ね、夏こそメローコーラ。冷えすぎた時はお湯割り。なるほど、はい、じゃあ私もやってみる。ぜひやってみてください、うん。あとね、ちょっと物足りないなっていう時は紅茶、ホットティー、うん、ホットティー割りもおすすめです。うん、そういう時はちょっと入れればいいの？あの普通に紅茶ティーバッグで出すじゃないですか、うん、そこに、そうですね、ティースプーン1杯か2杯分ぐらい、うん、あの好みで全然味見てもらって、うん、入れると美味しくできます。じゃあ今日はですね、はい、あの前回あの料金の話だったりとかね、うん、させてもらったんですけど、実際その結婚相談所、まあ、IBJ の結婚相談所に、うん、入りましたと、うん。じゃあ実際活動を始めますってなったら、うんうん、どう、何から始めていくのかっていう、どうやってお見合いまで進んでいくのかっていうところをちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、お願いします。はい、まずじゃあ結婚、相談所に入会しますってなったら、あのご自分のねプロフィール作成っていうのをしてもらうんですよ。なんだろう、お仕事、自分のお仕事、やってるお仕事とか、うん、趣味とか、うん、性格とか、うん、あとは結婚したらこんな夫婦像が憧れですみたいな、なんだろう、夢が、ね、結婚像あるからね、うん、結婚像を、うん、あの文章にしてもらいます。これは自分でやんなきゃいけないのかしら？これ自分で、基本的には自分でやるんですけど、あのおそらく自分であの書くの難しい方もいらっしゃると思うので、うん、苦手な人もいます。そうそうそう、あのカウンセラーさん、担当のカウンセラーさんとお話ししながら、うん、じゃああなたの性格ってどういう感じかしらってお話ししながら掘り下げていって、うんうん、文章にしていくっていう方法もありますし、うん、あのまあ、有料かもしれないですけど、うん、カウンセラーさんが文字化してくれる、あの自分が喋ったことをカウンセラーさんが全部文字化してくれるっていうところもあったりするので、うん、まあ、忙しくてそんなの作ってられないっていう方もね、うん、いらっしゃると思うので、うん、そういうサービスあるところもあると思います、うん。じゃあちょっとそこはね、不安ならずに相談してもらいながらね、はい、できるってことですね。あとはプロフィールで一番大事なね、お写真です。 お写真、あの結婚相談所の写真ってね、ね、あのイメージ的にはこの紙でね、近所のおばさんが持ってきてね、こんな方はどう、ね、みたいなね、ちゃんとしたやつね、あの紙にはもう一切あのプリントアウトしないので、しないんだ、うん、ただあのこれマストではないんですけど、うん、あのフォトスタジオに行って、うん、ちゃんと綺麗な格好をして、なんならヘアメイクとかね、プロの方にやってもらって、うん、プロフィール写真を作る方がほとんどなので、やっぱり
大切だもの。大切。いやこれはねもうしょうがないんですけど、うん、最初はどうしても見た目から入ることになっちゃうので。それはそうですよ。知らないんですもの。そうなんです。まずはね、まずはこの、ね、そのね自分のやっぱタイプっていうね、うん、性格もある。そうそうそう、顔もあるじゃないですか。そう、ね、で一番最初にその見て、まあ、あのアプリで婚活してもらうんですけど、うん、プロフィールも何よりも一番最初に目に入ってくるのがお写真なんですね。これはもうしょうがない。しょうがない。なので、うん、あの全然自分で撮った携帯でね撮った写真を載せてる方もいらっしゃるんですけど、うん、ほとんどの方がフォトスタジオ行ってプロのなんかこう、ね、ライトとか浴びながらヘアメイクさんにやってもらって、うんうん、多少あのお肌の修正とかもね、うん、やってくれたりとかして、うん、やってる方がほとんどなので、あの残念ながら、まあ、個人の感想ですけど、うん、あのご自分の携帯で撮った写真でアップしてる方は埋もれちゃうんですよね、うん、なんか、うん、あんまりいい方そうだなっていう感じに見えない、うん、見えづらいので、うんうん、ここは多少まあ大体1万か2万円でフォトスタジオで、うん、あのプロフィール写真撮ってもらえるので、多少ここはお金をかけてやった方が絶対婚活は、ね、はい、うまくいきますね、うんうん、なので、まあ、文章で、プロフィールを作ってもらうと同時に、うん、あのフォトスタジオで、うん、婚活用のプロフィール写真を撮りに行くっていうのがまず最初のお仕事というか、ね、やってもらう。それもね、はい、別にあのここですね、自分一人でここに行かなきゃじゃなくてね、うん、ご案内もね、そうですね、してくれるので、提携してるフォトスタジオが全国にあるので、うん、まあ、そこでやるとちょっと割引になったりとかもするので、うん、まあ、でもよくどこで撮ったらいいかよくわかんないっていう方はそういうところをご紹介することも可能ですし、うん、まあ、知り合いでカメラマンがいるから私そこで撮ってもらうっていう方はそれで全然いいですし、うんうん、まあ、あの婚活プロフィール写真って今流行ってるらしくて、多分どこのスタジオでもやってるし、なんならそういうところを売りにしてるとこの方が、うんうん、なんだろうな、やり慣れてるカメラマンさんとかなので、うん、あの婚活用の良さを引き出してくれるプロなので、うんうん、そういうところのスタジオで撮った方が良さそうな感じはします。私もね、実はそれ用にそれ用に美容師さんとが、はい、あの提携させていただいてます。あら、はい、ということはえっちゃんの相談所に入ると、はい、格安でヘアメイクできる、はい、そうだから思い出作りにもね、まあ、まあそうなるから、せっかくだからなんかこの自分が好きな感じにね、うん、こうやってもらえたらいいなと思って、はい、気軽に相談できる美容師さんとかいらっしゃるので、そうですね、うんうん、気軽になんかやっぱりリラックスして笑顔の表情が、そうなんですよ、やっぱ硬くなっちゃう方の方がほとんどだから、女性も可愛く映るし男性も柔らかい雰囲気が出てね、うん、とってもいいと思うので、あとね、うん、服装、そのプロフィール写真をね、うん、撮る時の服装も、うん、まあ、ポイントがあるんですけど、うん、男性はあのスーツです、うん、もちろんと言いますか、やっぱり、ね、ご想像の通り、やっぱり T シャツ短パンじゃね、スーツ3割増しっていうわけじゃないですかやっぱり ね、うん、キッチンと感が出ますし、うん、まあ、あのいるんですよ、中にはその、うん、T シャツ短パンで、うん、プロフィール写真に載せてる方いるんですけど、うん、どうしてもやっぱ埋もれちゃうんですよね、うん、そうだよね、スーツの方 T シャツってなると、うん、なんか良さがやっぱりスーツの3割増しすごいなと、まあ、逆に目立つっちゃ目立つんだけどね、うん、やっぱりその3割増しには負けちゃうのかな、負けちゃうんすよ ね残念ながらやっぱスーツの方がね、うん、ただその角度とか、うんうん、そういう表情とか髪型とかっていうのは、うん、あの私も会員さんに、ま、いつも言うんですけど、うん、まあ、そのスタジオにプロの方がいらっしゃるので、うん、まあ、あなたの良さはもうそのプロに引き出してもらいなさいと、うんうん、自分でね、そう、決めないでね、スーツだけ持ってって、うん、ヘアセットとか、うん、あのどういう角度で笑顔なのか、うん、歯を見せるのか見せないのかとかっていうのは細かいところあると思うんですけど、うんうんうん、もうプロにもうあなたのいいところを瞬時に見抜いて引き出してくれるの で、本当そうです、お任せしなさいっていうふうには言ってます。本当私も前ね、何年か前に写真館でちょっと撮らなきゃいけないタイミングがあったんですけど、うん、その時もうあれですよ、お人形さんのようにこう、うん、あっち向いて右左ちょっとこっちちょっと首こっちとか、そう、そんな感じでこうクックックみたいな感じでやって、そうそうそう、でもねやっぱプロってすごい、本当にその人のいいところを瞬時に見抜く技っていうのはすごいなって思いますよ ね、うん、ね、うん、だからそれちょっと楽
しみでねやってもらえたらなって。そうそうそう、楽しいと思います。普段あんまりやらないことだし、うんうん、七五三以来そんなことか、うんね、成人式とかね、そういうそれ以来ね、あんま写真館で ね撮ってもらえるし ね、うん、で女性はですね、あの分かりやすく言うと女子アナファッションです。おなんかこう淡い色のワンピース、うん、ふんわりした感じの、うんうん、衣装というか、うんうん、あのお洋服で、うん、撮っていただくといいかなっていう感じですね。それはレンタルとかないのかしらね。レンタルも多分ある、今なんかそういうお洋服のね、うん、サブスクとかもあるからね、レンタルもあるでしょうし、うん、あとはファストファッションでも結構そういうふんわりした、うん、あの安く見えないようなね、うんうん、あのワンピースとか売ってるところあると思うので、うん、そういうの利用しながら、うん、あのお洋服買っていただければなと思うんですけど、うんうん、あとね大事なところはあのお見合い写真の服装でなるべくお見合いにも行ってほしいですね。あのあんまり違っちゃう髪型とか あんまり違っちゃうと待ち合わせするときに、うんまあ、お見合い写真見ながら待ち合わせするじゃないですか、うん、まだ一度も会ったことがないわけだから、うん、なんであまりにも違いすぎちゃうと、うん、分からないしね、見つけられないので探せないもんね。そうそう、なるべくなら、うん、お見合い写真と同じような雰囲気で行ってもらうっていうのがあると思うので、うんうん、そっか、じゃあ2回着れるね。そうそうそう、もう2回と言わずもっと着ていただかないと、ね、ちょっとお金かかるなっていう人もいるじゃないですか、やっぱそこで、うん、ね、洋服もかかるのか、ね、みたいな、うん、なんで靴とかも基本的には、ま、高さはあれなんですけど、女性はヒールの方がやっぱ女性らしく見えるので、うん、でそんな高いヒールじゃなくていいんですよ。3センチとかでも全然いいんですけど、うん、パンプスってことね。パンプスです。はい、3割増し。そうそう、おすすめです。足首3割増し。3割増しです。じゃあパンプス買おう、ね、そうだから、まあ、靴はね使い回し もう秋冬、うん、もう春夏も、うん、構わずはシーズン問わず使えると思うので、うん、靴はいいものを一つ買ってもいいかもしれないですね。そうですね、はい、うん、思い出にね。そうそうそう、うん、シンデレラの靴もあるしね。あるしね、うん、そうそうそう、それで、ね、結婚決まったらそうですよ、めっちゃ思い出になる。もう玄関に飾っておきたいかもしれない。本当ガラスの靴ね、ね、そうそうそう、だからそんな感じにね、お洋服とかもカウンセラーさんと相談してもいいし、うんうん、あのなんなら別料金かもしれないんですけど、お買い物の同行プランっていうのをやってる相談所も結構たくさんあるので、うんうん、なんかファッションに自信がない方は、うん、あのそういうプロというか、まあ、婚活目線でこういうお洋服が婚活受けしますよっていうのを一緒に選んでもらうっていうのもね、自分に似合う色わからない人とか、うん、あのそうやって一緒にプロの人に選んでもらうっていうサービスを、うん、利用してみるのもいいかもしれないです ね、うん、なんか普段使わないからね、そういうサービス使うの、そうそうそう、なんかちょっとね楽しみながらねできればいいかなと思うけど、うんうん、ね、私なんかも普段そんなにふわふわワンピース着ないので、うんうん、女子アナファッションしないから、うん、逆にどういうお店に行ったら、ね、ふわふわワンピース売ってるんだろうっていうのは全然わからないので、うんうん、なんかねやってみたい私、ね、そういうのやってみると ね、ふわふわファッション、いいですよね、うんうんうん、へえ、楽しみがいっぱいある。そう、始める、だからここは一番ワクワクしながら、うん、ね、ワクワクしないとやっぱ表情が写真出ちゃうから、うん、そうそうそう、ね、皆さんね、やっぱ会員さんも写真撮りに行くと、うん、やっぱ普段やらないことですけど楽しかったですっていう方が ね多いので、うん、この辺はね、あの楽しんでやってもらいたいと思います。楽しんでね、できることかなって感じですね、はい、うん、で、あの写真とプロフィールが揃ったら、うんうん、実際にアプリにそのプロフィールと、うん、をあの登録してします。登録するのはあの私たち相談所でやるので、うん、登録完了したら、うん、登録完了しましたってお知らせがいって、うん、実際会員さんに IBJ のアプリをダウンロードしてもらって、うん、ここから先はいわゆるマッチングアプリ、うん、世の中にあるマッチング無料でできるようなマッチングアプリとやっていただくことはほぼほぼ変わらなくって、うん、アプリ内でお相手検索をしていただいて、まあ、例えばあの理想の年齢があって、うん、どの辺の地域の人がいいとか、うん、年収これぐらいがいいみたいなのがある方は、ね、あのそこでね、あの検索狭めてもらって、うんうん、わーっと見てもらうんですよ、うん、で今物件選びと一緒でしょ。そうそうそう、うん、今あのちょうどこの前ですね、うん、IBJ の会員登録数っていうのが、うん、全国9万人を超えまして、おめでとうございます。あの男女
合わせてなんですけど、まあだから単純に言ったら 4.5 万人ずつですね、すごい。だからまあ男性探してる方も女性探してる方も 4.5 万人の中からお相手探せますよっていうことですね。すごい。でもだってすごくない？街歩いてて4万人からは選べないじゃない、うん、アプリだったら4万人以上のところから選べるって、ね、しかもその4万人が全員結婚が今すぐしたいっていう人だからね、なんて効率がいいんでしょうっていうね。ほんとね、絶対アビジェ、そうそうそう、はい、絶対アビジェねえ、そうそう、すごい。そうなんです、まあ、だから検索してもらって、うん、あ、この人なんかプロフィールも写真もなんか素敵で私と合いそうとか、うん、僕と合いそうっていう人を探してもらって、うん、とにかくそのまあ、いわゆるマッチングアプリでいうといいねいいねみたいな形なんですけど、うんうん、まあ、そのいいねが IBJ のアプリだとお見合い申し込みってことになるので、うんうん、お見合い申し込みをアプリ内でとにかくポチ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 やっていただく作業がまず一番最初の作業ですね、うんうんうん、でこれねポチポチしないと、うん、一向にあのお見合いが成立しない、ね、そうそう、成立しない、選んでもらわないとね、はい、向こうから、うん、あのお見合い申し込みって来ることもあると思うんですけど、うんうん、あの来るより絶対自分で押した方が数はこなせるし、うんうん、自分の理想の人とお見合いマッチする可能性が高いので、うんね、せっかくね、そうなんです、入会したんだから自分のタイプの人 ね、そう、自分のタイプの人を頑張ってポチポチ待つより、ね、はい、うん、してもらうことが一番最初にやってもらうことですね、うんうん、で、あのめでたくお見合いが成立、ま、マッチ成立ってことで、うん、自分がポチポチした人、お相手からも会ってもいいですよっていうお返事が来たら、うんうん、お見合い成立ってことになりまして、めでたく、はい、はい、そうしましたら、私たちがお相手の相談所と相談しながら、うん、お見合いの日取りと場所を決めて、うんうん、じゃあいついつどこどこでお二人のお見合いしますってことになりまして、うんうん、しで、これはねほとんどないんですけど、あのカウンセラーその仲人、私たちのような担当の仲人が同席する場合もあるし、うん、もうお二人に任せます、うん、場所も決まってるし、うん、待ち合わせして、うん、お二人に任せますってことの方が多いんですけど、うん、お見合いをしてもらうっていう流れになりますね、初回ね、初回ね、うん、はい、これね、あのお見合いもあの1時間程度お茶っていう、うん、ね、そう決まってるので、うん、あの気負わずに、うん、もう1時間ぐらい過ぎたら、うん、あ、じゃあそろそろっていう、もうどちらからともなく、うんうん、そろそろみたいな感じで、そろそろ感じでね、はい、終了するような流れだと思うので、うん、はい、まずは顔合わせね、そうそう、顔合わせ、うん、ここはでも1時間じゃ何にも分かんないので、うん、相手のことなんて、うん、ね、とにかくお話ししてみて、うん、なんか話しやすそうだなとか、うん、あのもうちょっと話聞きたいなとか、うん、逆に生理的に絶対に無理、その人あるからな、そう、あるから会ってみなきゃ、うん、これは分かんないんで、うん、そう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 、そこをまずあのジャッジしていただく時間だと思ってもらって、うん、ね、1時間でね、そうそうそう、やっぱね、1時間いればあの、うん、すごく分からなくてももう一回会いたいか会いたくないかってだけね、できるかできないかぐらいを判断してもらう時間だと思ってもらって、うんうん、お見合いしてもらうっていうのが、うん、大体最初の交際する前の流れになります、うんうん、はい、はい、どうです、うん、そこまで行くのに、まあ、どれぐらいの期間かなっていうのもあるかもしれないんだけど、うんうん、まあまあ、これはね頑張り次第ってとこですよね、うんうん、そうですね、まあ、ここは人によりけりだから、どれだけあのお見合い申し込みの数をたくさんこなすかっていうところにかかってきますね、うんうんうん、なんでまあ一般的におすすめは月に2回はお見合いしてくださいっていうのが、一週に1回のねお休みの時を使ってね、そうそうそう、うん、月に2回、でもこれ結構大変なんですよ、マッチしないとお見合いできないので、うんね、自分がしたくてもやっぱちょっと向こうからね、そうそうそう、お断りされちゃう場合もあるし、向こう側から来てもいやちょっとそうそうそう、ね、こちらからお断りする場合もある、だから月に2回っていう目標を掲げますと、うん、大体1日1人はポチポチしていかないとポチポチ、ね、なかなか難しい、うん、でこれね1日1人なので楽勝じゃんって思うんですけど、うん、会員さんに聞くとみんな結構大変だって、うん、まあ、言ってますね、そうよ ね、 ね、そう思う、やっぱり、ね、うん、だってほら物件探しもそうじゃない、ね、こんなにいっぱいあってもどんどん条件入れていくと気がついたら該当しませんみたいに出てきたりとかするじゃない、ある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 あ、ね、この人も結婚しちゃったなみたいなね、うんうん、だからそう、それもあるんですよ実際ね、そう、私もこうね会員さんの代わりにこう入れてみたりとかしてやると該当なしみたいに出てきちゃったりとかするから、うん、やっぱりそこ最初そうなっちゃうけど、だんだんこう幅を広
広げてってね、うん、いろいろやってもらえるといいかなって思うけど、そうですね、まあ、その辺のサポートをね、うん、私たちさせていただきますので、うん、まあ、そんなに思い詰めず、うん、気楽に最初は楽しんで、うん、なんか向こうからも申し込み来たりとかして、うん、最初は本当楽しい時間がすごく多いと思うので、うんね、うん、やっていきましょう、うん、楽しんでやってもらえたらいいなと思います、ね、はい、はい、今日はそんな感じで、はいはい、やらせていただきまして、わかりました。えちゃんのじゃあコーナー行きましょうか。はい、今日はえつこのコーナー、はい、今月週が今月4月が最後の週だから、はい、8月の占いコーナーみたいなのをやってみようかなと思うんです、はい、ありがたいです。でこれは、婚活してる方もしてない方も、うん、まあ同じなので聞いていただけたらなって思うんですけど、うん、夏至が終わってから、はい、ちょっとエネルギーが変わってんですよ。エネルギー、はい、感じる方も感じない方もいると思うんだけど、それは宇宙的なエネルギーですか？まあ、宇宙トークです、これ宇宙トークなので、この夏至が変わった途端こうエネルギーが変わってそわそわざわざわしちゃってる人が多いんですよ。あ、そうなんですね、うん、だからこういい方向に行く人も、ちょっと何も始めてない人はちょっとあまりこういい方向に行かない人もいたりなんかして、ここでジャッジされたりなんかしてる時なんですけど、はい、なんかひろこちゃん的には7月まで今年入ってからなんかこう、はい、どうでした？なんか始めたとかなんか。あ、でもこのラジオを始めたのが大きな変化ですね。夏至をね、はい、夏至を過ぎてからね、はい、夏至ってそもそもいつだったんですか？それはねちょっと何月何日か忘れたけど、あ、ごめんなさい、6月の末ぐらい、はい、あ、また、あ、なるほど。じゃあ夏至を過ぎたぐらいからね、はいはいはい、えちゃんとこうやってたくさんお会いして、はい、お話ししてだから夏至のエネルギーで私たちは ね始まってるんですよ。乗ってるの？これは私たち乗ってるってことなんです。はい、乗ってるってことなんで、そうなんです、そうなんです。だからここをこう乗れるか乗れないかっていうのも結構ジャッジされてるんだけど、まあ、そんな流れの中でね、8月が来るとやっぱちょっと疲れが出てきちゃうんですよ、うん、はいはいはい、宇宙のね波動的な感じで、はい、そうすると、まあ、これは婚活を頑張ってる人も婚活じゃない人もちょっとこう照らし合わせて考えてもらうと、頑張ってきたけどなんとなく疲れてきちゃったとか、やる気はなくなってきちゃったわけでもないんだけどあんまりやる気出ないとか、うん、頑張ってきたけど婚活だったらちょっとやっぱり合わないのかなって思っちゃったりとか、そんな風に思う時期に入ってきちゃうんですよ、8月って、はい、なんだけどちょっと考え方をそういう時はちょっと変えてもらいたいなと思って、まあ、全部やめちゃうんじゃなくって、まあ、婚活じゃないにしても何かを始めてちょっと嫌だなと思った時もやめちゃったら全部なくなっちゃうので、まあ、そうじゃなくってちょっとだけ休憩して、じゃあどれぐらいだったらこれやり続けられるかなとか、そういうことを考える時間として使ってもらいたいなと思ってて、うん、多分婚活をもし始めてる人って、まあ、頑張ろう頑張ろうと思ってどん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 、さっきのポチポチじゃないけど、うん、今まで少なかったからもっとやんなきゃとかやっちゃったりとか疲れが出ちゃってるので、うん、はい、だったら自分はどれぐらいだったら1日、まあ、1週間1ヶ月の中でやれるかなっていうのをちょっと見直して、小さいところから止まらずにやり続けるってことをやってほしいなと思うんです、はい、これは婚活じゃなくても普通の方も例えば仕事にしても、ね、そうです、はい、そんな感じの年、月8月はそんな風になってしまうので、うんうん、まあ、ちょっと一人の時間を大切にしてほしいなと思うんです。なるほどね、ペースダウン、はい、まあ、やめちゃうんじゃなくて、うん、ペースダウンして自分のできる範囲でじゃあどれぐらいだったらできるのかなっていうのを、うん、そうなんです、まあ、自分と向き合いながら、そうなんです、考えてほしいなっていう、そうなんです、時期が8月ってことですね。8月なんです、そうなんです。それをすることによって自分の内面の気づきもあるので、あとちょっとねこもりたくなっちゃったりもするんですよ、うん、疲れちゃって、うんうん、だけどやっぱちょっとこもった時にはちょっと好きなね音楽聴いたり、うん、好きなねメロコーラ飲んだりとかね、はい、だからゆっくり休んでもらって、だけど人との交流っていうのはやっぱりやり続けてほしいんですよ、うん、そこの中で自分のこう見直しもできたりするので、うん、まあ、8月はそんな感じでちょっと休みながら、まあ、一人の時間も作りながら、でも人との交流は難しい、なかなか難しいですね。そうですか、なかなか、ね、一人の時間も作りながら人と会うっていうなかなか人の時間も作りつつですよ作りつつ、はい、頑張りすぎないでやるっていうのが大切なところかな、はい、まあ、だから頑張りすぎないで人に会うっていうなんか仲のいいお友達とか、そうですね、うんうん、ね、気使わない人と、うん、
あったりとか、そういう方とか、うん、ご家族ね、なんかね8月ってこう情熱的な感じになると思うんですよ、うんうん、真夏だから、はい、だけどやっぱちょっと疲れも出ちゃうので、うん、そこはちょっとこうバランスを取りながらやっていく8月かなって感じです、はい、なるほどですね、はい、そんな感じなんですけど8月なんかやります？プライベート的に。プライベート的にはないです。あ、ないですかないですね、多分ないです。あ、そうですか、はい、ちょっとスケジュール見てみないとわかんないですけど、はい、でもあれですか、メロコーラのイベントがあったりとか。メロコーラはね、やっぱ、うんうん、あの夏が最盛期なので、うんうん、いや作ったりイベントやったり忙しいですね、うん、え、忙しいですよね。忙しいです。じゃあ8月もね、やっぱこういろんなところにこう行けば、はい、ロコちゃんに会えるのかな。会えると思います。沖縄は、沖縄ね、あ、沖縄はですね、1個置いてもらってるお店あるんですよ、ハンバーガーショップで、じゃあちょっとそれ次発表して、次発表して、そうです ね、ちょっと時間もね、うんうん、もうだいぶないんですよ。あ、そう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 、時間もだいぶないので、次までのお楽しみでね。そうですね、はい、やりましょう、それは、はい、じゃあメールアドレス、ご意見ご感想お願いします、はい、somethingfor04@gmail.com something4 は英語で、04は、数字でお願いします。それでは皆さん、また来週。はい、バイバイ。